メガドライブ用のレトロゲームを42本内蔵したメガドライブミニプラグプレイ型ゲーム機とはテレビにつないですぐ遊べるタイプのゲーム機である通称 PNP ゲーム機自由に持ち運びできる程度の大きさで電源はバッテリーやコンセントなどから取得しゲーム機をテレビに直接接続して遊ぶタイプのゲーム機であるゲーム機本体に ゲームが内蔵されており、またコントローラーもゲーム機に付属しているため、ゲーム機をテレビにつなげば、すぐに、ゲームが遊べる。本体の形は、電車の制御機を模した形の、電車で、Go、プラグプレイや、ロトの剣を模した形の、剣心ドラゴンクエストなどのように、玩具の形をしたものや、ファミリーコンピュータの形を模した、Nintendo Classic Mini ファミリーコンピュータや、 メガドライブの形を模したメガドライブミニなどのようにゲーム機の本体またはコントローラーの形をしたものなどがある。ゲームの内容はテレビに向かって本体兼コントローラーを振るような特殊なゲーム、体感ゲームもしくはゲームというよりフィットネスやトレーニングのような動作をするようなものもある。またゲームを一つだけ内蔵し一つのゲームに特化した。 コントローラーを搭載した製品や本体に複数のゲームを詰め合わせた製品などがある。玩具ムとして5000円以下の価格で販売される製品が多い。懐かしのレトロゲーム機の形を模した本体に懐かしのレトロゲームを複数本内蔵したプラグプレイ型ゲーム機に関しては2002年に 米玩ガング販売大手のジャックスパシフィックが発売した、あたりクラシック10イン -1TB のヒットによって広く知られるようになった。ミニに関しては、プラグプレイ型ゲーム機ではなく、ソフトを交換する機能を配したコンソール型ゲーム機と考える人もいる。ただし、本体は懐かしのコンソール機の形を模してはいても、互換機のように、 ユーザー側でソフトを交換して遊べるわけではないため、ゲーム機ではなく、玩具、または、コレクターズアイテムとして販売されることが多い。バンダイの、レッツ、t v プレイやコナミの、プレイポエムズなど、ほとんどのメーカーは、メーカー独自の商標で、プラグプレイ型ゲーム機を展開しているが、小売りにおいては特に区別されておらず、すべてひとまとめにして、t v ゲーム機、または、 プラグプレイ型ゲーム機として扱われている。1990年代半ばから2000年代初頭にかけて3つのことが起こった。1つ目はレトロゲーム再評価の動きが勢いを増し始めたこと。2つ目はシステムオンエーチップの価格が劇的に下がったこと。3つ目は車載テレビの普及である。この頃にあたり2600のゲームを詰め合わせたプラグプレイ型ゲーム機である。 t e b ーイなど無許可の家庭用ゲーム機がいくつかリリースされた。これらの要因によりゲーム会社は自社のレトロゲームを製造業者に公式にライセンス供与することになった。香港の大手玩具メーカートーマックスが製造したアクティビジョンのあたり2600用ゲームを10本詰め合わせたアクトビション10イン -1 などが最初期のプラグプレイ型ゲーム機である。 この頃の製品は基本的にゲーム機のコントローラーの形をした本体に懐かしのゲームを何本か詰め合わせただけの白物だったがやがてオリジナルのゲーム内容と操作方法で勝負するメーカーも現れ始めた例えばニコロデオンはジャックスパシフィックと契約しスポンジボブを題材にしたスポンジボブ TV ゲームなどをリリースしているこの頃アメリカでビデオゲームが 子供の肥満に寄与しているという批判があったのを受け、体感ゲーム型のプラグプレイ型ゲーム機が、盛んにリリースされた。新世代株式会社のソック、ザ・バックスチップを採用したものが、多く、例えば2003年に、ラドカからリリースされた、ラドカ、プレイ TV は、プレイ TV ベースボール、プレイ TV フットボール、プレイ TV バービーダンスクレイズなどの体感ゲームを内蔵していた。 2004年にタイガーエレクトロニクスが発売したロード・オブ・ザ・リングを題材にした体感型格闘ゲームロード・オブ・ザ・リングスウォーリアー・オブ・ミドル・アースもザ・バックスチップを採用しておりコントローラーとしておもちゃの剣を採用していた。2004年にラドカはセガからライセンスの供与を受けメガドライブのゲームを詰め合わせた製品をリリースした。 メガドライブのコントローラーの形をした本体にソニック・ザ・ヘッジ・ホッグ、ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグにアレックス・キット・天空魔女などのゲームを詰め合わせたもので、これは日本でもセガトイズからメガドライブプレイ・ TV の名称で販売された。また、2004年に C64 ダイレクト2・ TV がリリースされた。コモドール64をワンチップ化し、 ジョイスティック型をした本体に収納したプラグプレイ型ゲーム機である。テレビショッピングの QVC が初期ロットの25万台をすべて買い上げ、販売初日だけで7万台を売り上げる大ヒットとなった。これらは2010年代に各ゲーム会社からリリースされるミニの走りといえる。2006年に任天堂が発売した Wii はディスクを交換せずともレトロゲームを ネットでダウンロードして遊べるバーチャルコンソールという機能を搭載し、またコントローラーを振るなどして体感ゲームを遊ぶ機能も搭載していた。そのため、テレビにつなぐだけでたくさんのレトロゲームや体感ゲーム機を遊ぶことができるというプラグプレイ型ゲーム機のメリットはなくなり、プラグプレイ型ゲーム機の需要は尻すぼみとなった。2000年代中期に、 体感型のプラグプレイ型ゲーム機のブームを牽引したバンダイのレッツ TEB プレイヤー新世代株式会社のザバックスも2008年に展開を終了したその後はスマホが普及してテレビゲームの時代ではなくなるなどの社会の変化はあるものの2016年にニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータをニンテンドーが発売するなど レトロゲームを詰め合わせたプラグプレイ型ゲーム機のヒット商品は定期的に出ている。また、マージャンコンパネ型の本体にマージャンソフトを内蔵したゲーム機やマスコン型コントローラーに電車で Go ファイナルを内蔵した電車で Go プラグアンドプレイなど一つのゲームに特化したプラグプレイ型ゲーム機にも根強い需要がある。レトロンバーガーオーダー1ミニなメガドライブ 実はもうある。ミニじゃない最新型もある。PNP ゲーム機を大特集編 -4gamer.net ありがとうございます。